お母さん、テレビ見て。ほら、ジャングルで育った少年だって。動物に育てられた子供の話って本当にあるんだもんね。イノシシとかライオンとかお猿さんがお母さん代わりなのね。動物と暮らすなんて楽しそうね。人が動物として生きていくのよ。それが楽しいのか、本当に人間として幸せなことかどうか、ちょっと複雑よ。意味がわからないですし。そうよね。例えば、花子、こんなお話はどう？猿に育てられた女性、マリーナ。私は子供の頃、ジャングルで猿と共に暮らしていました。なぜそんなことになったのかお話ししましょう。あれは確か5歳になる少し前でした。自分の本当の名前や出身地を私は覚えていません。一人で遊んでいる時に突然知らない人にさらわれて、なぜか南米コロンビアのジャングルの中に置き去りにされたのです。ママ、パパ、うちはどこ？助けが来るのを待ちましたが、誰も私がこんなところにいるなんて想像もつかなかったのでしょう。助けはやってきませんでした。たった一人でジャングルをさまよい、木の洞窟を見つけて夜はそこで眠りました。でも夜の闇の中、野生動物の気配でなかなか眠れません。怖いよ、動物の鳴き声がするよ。そして朝。お水、喉渇いた。飲み物ないかな。あ、はぁ、お腹すいたな。空腹だけど、一体どうやって食べるものを探せばいいのか。幼い私はジャングルを歩き回り、いつの間にか靴もなくし、足は傷だらけ。ワンピースも泥と血で汚れて傷つき、体はクタクタです。ママ、お家に帰りたい。お腹すいた。ママ。寂しさと空腹でいつの間にか眠ってしまったのですが。キッキッ。泣き声？目を開けると、なんと10匹以上もの猿が私を囲んでいたのです。お猿さんだ。キャッ。それは白顔おまき猿でした。猿たちはしばらく私をからかった後去ろうとしましたが、また一人ぼっちになってしまうと思い、待って。それから私は猿と共に過ごすようになったのです。彼らを見てこの森での生き方を教わりました。硬い木の実はそうやって食べるのね。これも食べられるのね。猿が食べている木の実や虫を見て食べられるものを覚えていきました。はじめのうち私は高い木に登れなかったので木の洞窟を家にしていました。私は彼らに命を救われたことがあります。ある日、間違えて毒のある植物を口にしてしまった時、年を取った猿が慌てて私の元へ来て腕をつかみ突き飛ばしてきました。転げ落ちたのは滝壺。何するのよ。私を溺れさせようとしているんだと思い抵抗しようとすると、猿が静かな目で私をまっすぐに見つめたのです。きっと何かを教えようとしてるんだ。そう悟った私はハッとして泥混じりの水を思い切ってごくごく飲んだのです。激しい咳の後を嘔吐し、毒混じりの胃液を吐き出しました。猿が今度はきれいな水の流れる場所に行けと示し、その水を飲むとやっと胃の調子が落ち着いたのです。その間ずっと彼は私を見守ってくれて、私が少し元気を取り戻すと満足したように自分の定位置に戻っていきました。助けてくれてありがとう。猿たちはそれまで私には無関心な態度だったのですが、この出来事から家族のように接してくれるようになりました。やっとみんなの仲間になれたのです。バナナくれるの？ありがとう。
毛づくろいし合って食べ物を分け合って、私は彼らと同じように四足歩行をし、彼らと同じ鳴き声でコミュニケーションをするようになっていきました。そんなある日、川の近くにインリオのブラックを見つけました。私と同じような生き物がいる。柵の向こうにある彼らの家。私はその日ずっと集落のそばで彼らを見ていました。そこで子供たちが遊んでいるのに目を奪われていたのです。私もあそこで一緒に遊びたい。胸が高鳴りました。彼らが猿よりも自分に近い生き物であるというのをなんとなく感じていました。その日から毎日インリオの彼らを観察していたのですが、誰もいない時にこっそり小屋に入り食べ物を盗み食いし、自分のいるべき場所はきっとここなのだという思いがどんどん強くなっていきました。そしてある日、私は勇気を出して集落の女性の前に姿を現したのですが、赤ちゃんを産んだばかりであろう女性は突然現れた私に驚き悲鳴を上げたのです。その赤ちゃんのようにてっきり私のことも愛してくれると思っていたのに、大柄な男性がやってきて私を捕らえてじろじろと見られました。私の歯や首の後ろなどを入念に調べた後、私を威嚇し追い払ったのです。人間との生活がかなわなかった私はそれからも猿と共に生活していたのですが、おそらく私が10歳くらいの頃、ジャングルにやってきた密猟者に捕まってトラックに乗せられて売春宿に売られてしまったのです。なんだいこの四つ足の猿みたいな子は。体の小さい私は雑用係をしていましたが、言葉も忘れてしまっていて満足に話せず、テーブルマナーなども身についていませんでした。ジャングルでは手で地面に座って食事していましたから。ある日、その店で働く女性たちとドライブに行ったのですが、車が崖から落ち、私以外は全員死亡してしまいました。畜生、お前のせいだよ。女主人の怒りの矛先は私に向かいました。そんな時、私にいつも親切にしてくれていた女性から、あなたはあの店にはいてはいけない、逃げなさい、そう言われて私は売春宿から逃げ出しました。それからストリートチルドレンになりましたが、ゴミ箱あさりや盗みは得意でした。6名のギャングチームのリーダーにもなり、警官に捕まったこともありました。12、3歳頃、お金持ちが住むような地域で住み込みの仕事を見つけました。そこは家族揃って犯罪で巨額の富を得ているギャングの家でしたが、すぐ嫌になって逃げる決心をしました。その際、私に救いの手を差し伸べたのは林家に住む親切なマルハという女性でした。修道院へ行けば衣食住には困らないと思うわ。私があなたを修道院へ送ってあげる。犯罪の秘密を知っている私をギャングの一家が生かして逃がすわけがないのです。マルハは危険を覚悟で私を修道院まで送ってくれました。ありがとうマルハ、あなたのこと忘れないわ、元気でね。しかし修道院で下働きをしましたが、そこでもひどい待遇でした。60歳くらいの老女が哀れな生活を送っているのを私はここからも見て逃げようと思い、ある日大声で火事だと叫んでどさくさに紛れて脱出しました。これで私はギャングからも修道院からも追われることになってしまった。これからどこへ行けばいいのだろう。そこで頼ったのがマルハでした。どうしたの？ごめんなさい、辛くて逃げてきたの。そこでマルハは私に新しい居場所としてある夫婦のもとで暮らすように手配してくれたのです。これから幸せになりなさい、優しい家族のもとで。マルハ、ククタのカミロハダ空港からボゴタ空港行きの飛行機に乗せてもらいました。私はマルハのおかげで新しい家族になるアマデオ、マリア夫妻に出会えたのです。これからよろしくね。名前は何にする？名前？
そう、これまで誰かに呼ばれてきた名前じゃなくて、あなたが自分で好きな名前を決めていいのよ。5歳で名前と出身を忘れ、居場所が変わるたびに違う名前を与えられた私は、自分にルス・マリーナ、光と海という意味です。そして洗礼式を行いました。その時推定14歳。私はやっと他人からの愛情と人としての穏やかな生活を手に入れることができたのです。大人になって結婚して2人の娘を授かり、孫も生まれました。どれだけ時が経っても、あの時猿たちと過ごした体験は忘れえません。はい、おしまい。マリーナさんの娘さんがお母さんの人生を2年がかりでまとめた失われた名前、猿と共に生きた少女の真実の物語という本が出版されています。人によって苦境に放り込まれ、猿によって支えられ、そして再び人間の社会へ戻ってきたマリーナさん。それは想像を絶する苦労だったと思います。とても貴重なお話ですね。おやすみ、花子。皆さんも良い悪夢を。